おはようございます。ウクギャットです。皆さんお元気でしょうか。今日は透明水彩で、描きたいと思います。今日はですね、ニューヨークの地下鉄サブウェイです。サブウェイのステーションですね。僕がね、毎週コンサートを開いております。毎週土曜日、または、2014年からずっと音楽プロデューサーをやってた、ウクレレ、ショップ、東海岸に唯一のウクレレ専門店だったんですけどもね、去年まで僕はずっとそこにいたんですけども、今はコンサートだけやっております。そこにね、いつも行くときにね、通ってた駅です。そこの駅を降りると、ウクハットあるんですけどね、36アベニュー、N トレイン、W トレインというね、黄色い電車が、黄色い電車って言ってるんですけど、そのマークの時に N とか W とかね、あります。456っていうのは緑の電車みたいな言い方します。そこの駅のホームの絵を描きたいと思います。軽く1、2分で下書きを、あたりをつけて、でそれから、描き始めました。今日は、遠いところから、遠いところというか遠い方からね、描く、まあ、風景画でございます。風景画でも、建物とか、やる乗り物とかそういうものが入るので、ちょっとまた僕がね、普段また、今まであんまり電車は描くの今回始めたかな、になると思います。実はここのホームはね、風景画として以前あの電車をはない状態で、描いてる絵はあるんですけど、それはどちらかというと、空を描きたくて、描いた絵なんですけどもね。要はどちらかというと、まあ構図的にも空の方が狭いので、見せるところは電車ってこれかな、地下鉄の電車です。ニューヨークの場合、地下鉄ってサブウェイ、ね、地下鉄なんですけども、このニューヨーク、マンハッタンから出るとね、地上に出ますと、クイーンズはね、すぐで地上に出ます。また、ブルックリンの方に行くと、まあ途中ぐらいからね、プロスペクトパークってとこがあるんですけど、そういうとこ過ぎると、地上に出る電車とか多いですね。そうそう、先日、アンドリュー・ワイスの画集をね、頼んだのが、届いて、今楽しみでね、毎日見ながら勉強しておりますけど、ドライブらしい、あのテンペラはね、多分僕はね、どうだろうな、やらないと思うんですけども、あのドライブらしい、ウォーターカラーでもね、透明水彩でも、ウォーターカラー透明水彩でも、オイルペインティングでもね、使いますけれどもね。今日はしばらくね、ドライブラシを対応して書いておりますけど、でも大聡明のところはね、大きく、下地を書くというかね、そういう大きい色目のところを捉えてから書くようにしておりますが、まあちょっと 草とかね、そういうあれじゃないので、どういうところに使うかなと、まあ、空のところも使ったりしておりますけども、影のところでドライブラシ使ったりとかね、まあシャカシャカ描いてるところがありますので、またじっくりゆっくり線をね、ピューって引くところがあったりとか、ゆっくりゆって引いてるところがあったりとか、いろいろまあ意識してね、書いておりますけど、ちょっとまた僕が普段書くのとまたちょっと少し雰囲気違うかな、なんていう感じもしましたけれども、自分でね、またなんか新しい発見もあるかなと思ってやっております。なんか最近はイースリバーの絵を描いて、ヨット描いたりね、ボートみたいな、あ、ヨットというかボートとか描いたりして、今回は電車と、ちょっとまた乗り物とかもね、よく考えたら
いろいろ、これから、例えばマンハッタンのね、車いっぱい走ってるんですけど、なんかそういう車の入ってるものとか、イエローキャブとかね、まあそういう、まあ、ある意味ニューヨークの分かりやすい、そういうニューヨークらしいというかね、街の中の絵とかも描いてもいいのかな、なんて最近思っております。今回の絵はもう、とてもニューヨークらしいですね。風景としてこっち住んでる人はアストリアとかね、あクイーンズだなとはよくわかると思いますね。これがまあニューヨーク走ってる電車、まさにこういう電車でございます。ニューヨークの電車って基本的に日本の製造なんですね。特に川崎のね電車が多いんですよね。優秀です、日本の電車っていうのはね。ここの駅はホームとかね、綺麗にして、まあ、10年ぐらい経つのかな。ニューヨーク、は古い街なので、古いところと新しいのは混在してるんですけど、結構新しくしてもメンテナンスするのがね、苦手なんでしょうね。すぐ汚くなったりしますけれどもね。まあ、あと市のお金のかけ方とかもいろいろあるんでしょうけどね。まあ日本なんていうのはとても綺麗な、そういう意味ではね、そういう道徳精神みたいのもあるし、まあこちらそういう感じは全くないというかね、ないので。いや、もう全然もう国が違うとね、同じ、物の扱いであって、全然違いますね、本当に。いろんなことを感じますよ。まあ土地柄のね、とか国柄のそれぞれのね、なんていうのかな、特性みたいのありますよね。まあアメリカとかヨーロッパはヨーロッパと、まあ大きく見るとね、アジアとはアジアね、アフリカとかね、南米は南米、やっぱそれぞれのね、国民とか人種というかね、いろんなそういう、特性があります。まあそれが大きく見てそういうあるし、もっと個人で言ったら個人の個性みたいなのもありますしね。まあ、でも大きく見るといろんなそういう、傾向性みたいなのがあると思いますけれども、僕なんかね、ニューヨーク長いからだんだん日本人的気質が抜けてくるのかななんて思ってますけど、多分日本人の人とか僕歩いてると日本人ってすぐ思わないのかもしれないななんて思ったりもしますけども、ある意味かなりオリエンタル感覚になってきてるんじゃないかななんて思います。ちなみに僕が一番初めニューヨークに来たばっかの頃はね、先に住んでる日本人があんまり日本人っぽく見えないというか、すごいオリエンタル感覚、なんていうのかな、オリエンタルっていう感じがしましたよね。多分僕はもうそういう領域に入ってると思いますけれどもね。ね。まあそれでも和の心、日本人としての、心気質は失いたくはないと思ってますけれどもね。まあそれでもやっぱアメリカという国は、長いとアメリカというものの国土の大きさであったり、なんていうのかな、ラフさであったり、大胆さであったり、力強さであったり、いい加減さであったり、まあいろいろありますね。自由さであったり、なんでしょう、まあそういう、まあね、本当にね、アメリカっていうところはやっぱ面白いところですね。そういえば昨日は十五夜お月さんでしたかね。日本はね、フルムーン、日本こっちもちょうどね、昨日はこのホームに立ったと、昨日ね、コンサートがあって、その後終わった後にね、このホームに立って暗かったんですけど、満月のお月様が、まあね、とても綺麗で、うさぎちゃんがね、お月様に見えてましたよ、本当に。いやいや、情緒があります。同じ星を皆さん、いろんな国でまた見てると思うと、また感慨深いでございますね。この十五夜お月さんの時は大体もうハロウィンでございますが、ハロウィンはね、
明日、明後日ですね。明後日が本番でございますが、ここ何年間ぐらいかな、7、8年はね、いろんな仮装したりいろいろやってますけども、だんだん、なかなか派手なこともね、特にコロナ禍はあんまりそういう気分にならなくて、昨日は演奏するときね、多少そういう雰囲気のシャツを着たりね、しましたけども、前だったらなんかもうね、女装じゃないですけどね、いっぱいずらかぶってね、いろいろなんかドレス着ちゃったりなんかしたり、化粧しちゃったりなんかした、こともありましたよ。本当に生徒さんたちと楽しんでやったりね、しましたけど、なかなかもうそういう感じではないような最近の気分でございます。なんか僕だけじゃなくて、やっぱでもコロナ禍の後、一時のクレイジーな、トゥーマッチな仮装はあんまりなくなってきたような気がするな。どうかな。まあ、今日そんなにそういう人も見なかった。ちょろちょろいるんですけど。例年よりはそうでもないような気がするけど。まあ、明日、明後日またね。ハロウィンパレードもありますけどもね、どうなんだろうなぁなんて思っておりますけど、まあその時その時のねイベントがありますからね、そういうのは楽しんだ方がいいなとは、そういう僕は思う方なので、いろんな季節折々のイベントを楽しんでおります。いや、それにしても本当に今年は咳が2週間も止まらないというとんでもないことになっておりまして、アメちゃんを舐めながらやってるんですけどもね、僕だけかなと思ったら、昨日は一緒に演奏したフルートの春菜ちゃん、僕のトリオでやったりデュオでやったりする、ジャズ、フルートのね、春菜深澤さんも彼女も咳込んでてね、なんか同じ症状だったりするんですけど、なんかアレルギー流行ってるですね。皆さん大丈夫ですか？また日本は日本でまた違うと思いますけどね。まあこういう時期風邪ひきやすいし、インフルエンザもあるだろうし。こちらね、フルーって言うんですけど、インフルエンザとかね、まあ、あとコロナはコロナでまだね、残ってるし、いろんな風邪もあるし、なんともよくわからないんですけど。まあ僕はちょっと鼻むずむず、喉イガイガ咳、本当にね、早く治りたいんですけど。一番困るのがね、こうやって喋るのと、喋ると咳出るんですよ。あと歌うの大変なんです。これ本当にね、歌手大変ですよ、これ。アレルギー持ちじゃなかったのにね、まあしょうがないですね。生身の人間でございますのでね。僕は猫だった、ウクキャットだった。はい、ということでね、今絵の方は、電車もだんだんできてきて、ホームっていう感じがだんだん分かってる感じになってきましたね。ここはアストリアっていう場所なんです。ここのね、今この駅の場所がなんですけど、まあ、正確に言うとロングアイランドシティと、まあ、アストリアという感じ、両方ですね。ウクハットの方はロングアイランドシティって正確に言うと、アストリアこの電車からちょっと東側のイートリバーの方にね位置するところなんですけど、ちなみにウクキャットはアストリアキャラクターっていうのに選ばれておりましてね、2019年何年前 ?3 年前か、僕はニューヨーク州の議会で選ばれてですね、少女メリットっていうのをね、いただいてるんですね。なかなか大人になって表彰状みたいな、なんていうの、サーティフィケートっていうんですけどね、こういうのもらうなんて思ったことなかったんですけど、またましてアメリカに来て、ニューヨークに来て、ニューヨーク市じゃなくてね、そういう州ですね、だから一つの国ですね、国の議会から僕ね、
アッセンブリのメンバーからの表情をいただいてるんですよなんてね、そういうアストリア、そういうちょっと縁のあるアストリアで、まあずっと活動してきましたけれどもね、まあ住んでるとかマンハッタンなんですけど、クイーンズの方行ったり、またまあまあ、マンハッタンっていうのはファイブボローってね、こう5つのディストリクトっていうか、そういうところに分かれてるんですけどもね、そこクイーンズはクイーンズの特色ね、ブロンクスってご存知ですね、ブロンクスっていうとこと、それからブルックリン、マンハッタン、スタッテンアイランドね、そういうふうにとか、あとロングアイランドとか、そういうふうに分かれてるんですけどもね、結構ねその特色が違うんですよね。面白いですよ。クイーンズはこのここアストリアクイーンズです。クイーンズはクイーンズの雰囲気ありますね。案外アジア人とかインド人とかね、いや、まあ、多いし、ギリシャ人、それからアストリアはブラジル人も多いですね。ちなみにここ駅の降りたところにはブラジルの、なんちゅうのかな、シュハスコって言うんですけど、バーベキューみたいなの食べれたりね、ブラジルのお店とかあります。あとまあコロンビア系もあるしね、あとお魚が美味しいんですね、グリークのね、ギリシャのですね、まあいろんなものが混在してる、町でありまして、いろんなものをね楽しめるわけでございます。この電車にだから乗ってる、電車に寄っても寄ってもね、乗る人たちが違ったかったり、ジャズとかでいう A トレインとかなると、まあハーレムを通過してずっとブルックリンの方行くんですよね。だからちょっと黒人さん系が多いかな、なんとかね、いろいろありますよ。で例えば7番線っていうのがあります。7番線というのをフラッシングって言います。そうするとアジア人とか韓国人、中国人とか、また、ヒスパニック系って言うんですけどね、そういうね、そういうスパニッシュの人たちとかが多かったりします。さて、この電車は N トレインは、まあここら辺、そう先ほど言ったような人たちがね住んでますけど、はい、ということで出来上がりました。マスキングテープを剥がして、こんな感じ、今日は大胆に、そして、力強く、また細かいところを書き、こんな感じできましたね、アストリア36アベニューのね、駅のホームでございました。ということでね、またいろいろなねタイプのね絵を描いていきたいと思いますけど、お楽しみください。ということで、ウクハット、ウクハットじゃないや、ウクハットは僕がいるとこ、ウクキャットのお絵かきチャンネル、これからもよろしくね。バイニャー。